ばれます、試掘を行っております、現在この東西のトレンチがですね、全部で35メートルほどなんですけれども、まだこれから検証が必要なんですが、全面にこの叩き固められたような被弾の跡っていうのが確実にあるということが分かってきました。ひょっとしたらですけども、焼き打ちにあった際の痕跡なのかなというところで、今後検証を進めていきたいなと思っております。今まで、お寺の伝承をまとめた大寺記という書物に記述があります内容で岩光寺の歴史というのを示しておりましたが、この試掘調査をきっかけに学術的にもう少し踏み込んだ形で、岩光寺の歴史というのがですね、明らかになってくればいいなというふうに思っております。